はい、こんにちは、ゆうと申します。今日はですね、アコワンで使っているアコースティックギターを今日は紹介してみようと思います。普段ですね、自分自身エレキギターを中心に演奏するんですけれども、まあ、たまにアコースティックギターのフレーズが欲しいだとか、アコギの音を使いたいなという時にたまにちょっと使ってたりするギターになるので、そんなにね、高額なギターではないんですけれども、ギター初心者の方にもね、非常におすすめのギターになってますので、今日は共有したいと思います。早速なんですけれども、使っているブランドがモーリスというブランドですね。まあ、アコースティックギターにはね、ヤマハだったりとかモーリスもそうですし、まあ、ヤイリだったりとか、ね、有名なとこだとマーチとかいろいろありますけれども、このモーリスのモデルが R011 というモデルのナチュラルというカラーなんですけども、定価で4万円ぐらいで買えます。まあ、販売価格だとね、もうちょっと安く3万弱ぐらいで買えると思うんですけれども、このギターの特徴はですね、レアコといって、ここのサイドにですね、プリアンプというのがついてます。プリアンプというのがボリュームとかギター本来の音色とかを調整する機能がついてて、アンプにつなぐことによって大音量でアコースティックギターの音が楽しめるというメリットがあります。あとですね、このギターは標準のアコースティックギターだと左右対称の瓢箪型の形をしてるんですけど、このギターはシングルカッターウェイといって、片側だけこうカットされてるギターになってて、メリットとしてはハイポジションという、 こう高いフレーズ、高いフレーズも使いやすいギターになっているので、使える音色が幅広くなります。あとはですね、こう持つところ、これネックっていうんですけど、ネックが非常に薄くなっているので、手の小さい方でもコードが押さえやすいギターになってますね。ここが大きなポイントだと思います。あとエレアコのもう一つのポイントが、チューナーがついてます。このね、プリアンプにですね、こうチューナーがついてて、このボタンをね、ピッと押すとこう光るんですよ。こうやって、わかりますかね、このノブのところがね、青く光ってて、 ここにですね、画面がついてるんですね。で、こう鳴らすとこう音が反応してくれるんです。で、こうすることによって、わざわざこうチューナーをここにつけなくても、こう簡単に見えますので、ここがね、非常に便利なところだと思います。あとは、まあ、ちょっとしたことなんですけど、まあ、普通ね、こう指板、この指板ね、指板にポジションマークっていうのがついてるんですけど、通常ね、真ん中に3フレット、5フレット、7フレット、9フレットというふうに白いポッチがついてるんですけど、これはですね、サイドについてます。さりげなくついてるので、ここもちょっとおしゃれだなというポイントだと思います。で、このサウンドホールの、ロゼッタという、ここの装飾、これロゼッタっていうんですけど、ここがですね、ちょっとパール調になってるので、ちょっとここもおしゃれなポイントです。はい。で、非常にやっぱアコギなので軽いです。軽いし、ここのサイドも薄いので、わりかしね、こうエレキギターを中心に弾く自分にとっては非常に持ちやすいギターになってます。はい。まあ、ボディがね、こう薄かったりすると音量もちっちゃいのかなと思われる方も多いんですけど、意外とそうでもなくて、やっぱりね、中身空洞になってますので、アコースティックギターっていうのがね、なんか空洞なので音がすごい響きます。ちょっと鳴らしてみますね。やっぱりね、アコースティックならではのこう温かみのあるサウンドが特徴になってますね。で、あとはね、普段メロディーとか自分よく弾くんで、やっぱりね、高いところが伝えると、こうインストルメンタルとかでちょっとアコギ使いたいなっていう時も便利だと思います。まあ、ちょっとしたフレーズとか、
フレーズも使えるなと思います。はい、このギターの特徴は、カラーバリエーションが豊富ですね。ホームページとかでねご覧いただけるんですけど、6色色があって、まあ、自分の、ね、あの好みの色に合わせた色を選んでいただいて、まあ、演奏していただけると。なのでこれからねギターを始めたいなという方とかは、ぜひねこのギターをお店で見かけたら弾いてみてください。まあ、店員さんに弾いてもらってもいいですし、ギターを弾いてる友達と一緒に楽器屋に行ってちょっと弾いてみてっていう風に弾いてもらって、まあ、選んでみてもいいと思います。でアコースティックギターはケースから出して音を合わせればすぐに演奏ができる非常に便利な楽器だと思うので人気も高まってるんだと思います。まあ、最後にですね、まあ、簡単にちょっと弾いてみますので、まあ、サウンドを聞いてみて、アコースティックっていいなとかちょっとやってみたくなったなっていうねあのきっかけになればいいと思いますのでね、ぜひ聴いてみてください。はい、今日は、私が使っているギターモーリスの R011 の紹介でした。最後までご覧いただきありがとうございます。このチャンネルではですねギター初心者の方に向けた動画をアップしています。最近ではですね、私のオリジナル曲を、アップロードしたりとか、冒頭にも出たアコワンって言ってこう短い、フレーズを弾く、まあ、ちょっとした動画ですね、アップしてますので、ぜひ、チェックしてみてください。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。